ポチカの毎晩戦闘チャンネル。早速ですが、皆さんフラウソンの装備ステータス調整どういう感じでいってますか？最近各技の最大ダメージだったり守備力が大事っていうことも分かってきましたが、自分が今この技なら素で受けれる、もしくは防御しないと死んでしまうとか、そういうのを理解して戦闘していると格段に討伐しやすくなります。なのでノラに行く際どういう調整がいいか自分なりに考えてみたんで、それを各色ごとに紹介したいと思います。とその前にどのスキルの方が耐えやすいのかっていうのを説明します。左の素材から、右に行くにつれて軽減率が大きくなっていくようなイメージです。素よりも天候の方がダメージ軽減率が高くて、それよりもベール、雨、防御ファラアイギス、刃の防御、雨プラス天候みたいな感じの流れです。で、例えばこの雨耐えの HP 調整にしていると、それより右にある防御だったり刃の防御、あと雨プラス天候っていうのでは絶対耐えるような調整になります。では各色説明していきます。まず魔剣士です。魔剣士の僕が思う最適解は闇のベールだけで全ての攻撃を耐えることです。で、表を見てもらえればわかるんですけど、守備1200で軽減62の条件で HP が1065以上いります。それは結構ハードルが高くて、前耐死の鎧プラスフォースシールドの組み合わせじゃないと厳しいです。もちろん呪文耐性も理論値で、核も最低レベル3いるような調整になります。装備と宝珠、スキル紹介するんで参考にしてみてください。ちょっとアンクがね、セットでは厳しいです。あと禁断力も抜かないといけないような状況になってます。ただこの調整で何回かノラ行ってみたんですけど、ベール中他の軽減なくても死ぬことがないんで、かなり楽に立ち回れました。攻撃は少し落ちるんですけど、ノラだと雨がない時間が長かったりだとか、あと災いの巻き込みっていうのが絶対あるんですよ。まあそういった場合でも死ぬことが少なくなるんで、まあかなりメリットの方が高いんじゃないかなと思います。ただこのライン結構難しいんで、まあ雨だけで耐えられる HP1018 っていうような調整でもいいかと思います。守護神の大盾装備で軽減52の場合は HP1033 以上必要になります。ただし守備がまあ1160程度必要にはなります。で、雨が切れそうな時はファラアイギス入れればいいんですよね。で、あと武器に関してよく聞かれるんですけど、個人的には探検推しです。TA で上振れ狙うんだったら片手剣の方がいいとは思うんですけど、探検の方が必殺が引きやすくって闇耐性も下がりやすいんで、安定して火力が出ると思います。続いてはガーディアン。ガーディアンの最適解は雨耐えですね。防御1300まで上げて天候だけで災い以外耐えれる調整もできなくはないんですけど、まあ、これは耐えれる、これは耐えられない技っていうのがあるのもややこしいんで、まあ、雨があれば全ての攻撃耐えられるっていう方が分かりやすいんかなと思います。まあ、ただ守備を上げておけば乱数台の確率も上がるんで、まあ、あるに越したことはないですね。またガーディアンの場合、雨がない時に活性の祈り効果時間120秒を入れると天候の守りだけで全ての攻撃が耐えられるのでおすすめです。ちなみにゾーン中も HP が 20% アップするんで、効果的にはほとんど同じですね。ただゾーンの効果は60秒間になります。装備、スキル、宝珠を紹介しておきます。まあ、装備なんかはだいたいね、魔剣士と同じになります。ここで気になるのがスキルのガード時〇〇です。かなり強い効果があるんで好みで入れておきましょう。まあ、個人的にはダメージ軽減と 50% スカラっていうのは強いかなと思います。まあ、あとアルテマソードってそこまで使わないんで、僕はこんな感じにしています。まあ、このボスガードってあんまりないんですけど、まあ、ガードした時にファランクスと同じ軽減がつくっていうのはめちゃめちゃでかいんで、まあ、これは入れておきましょう。またこの職も両手剣の方がいいかっていうのをよく聞かれるんですけど、まあ、個人的には死ににくくって、まあ、こういったスキルもあることから片手剣の方がいいかなと思ってます。まあ、TA する人だったりとか、あとバフ管理ができる人っていうのは、まあ、両手でもいいかなと思います。次に魔戦です。魔戦も雨耐えですね。
魔戦は自分で軽減できるスキルが、ファランクスとかアイギスぐらいになるんで、雨で確定台になる HP1018 は積んでおきましょう。まあ、これは頭 HP にしておけばすぐ行く数値なんで難しくはないと思います。まあ、あとは空賊セットっていうような選択肢もあるんですけど、セットだけで守備力が150変わってくるんで、雨だけで衝撃やトライっていうのが耐えられなくなります。まあ、なんで鎧一択ですね。まあ、鎧はどの鎧でもいいと思うんですけど、まあ、個人的におすすめは前体質とホースシールドです。まあ、装備はね、先ほど紹介した2色とほとんど変わんないです。で、スキルもこんな感じになります。で、フォースブレイクの成功率がコーマにも影響するらしいんで、まあ、なるべくね、持っておきましょう。で、武器は片手一択ですね。で、片手剣のスキルで属性ダメアップっていうのが結構あるんで、まあ、攻撃するときはライトフォース忘れずにやりましょう。で、まあ、最後に賢者です。賢者は雨プラス天候で耐えるしかないです。まあ、守備が800で HP978 はキープしたいですね。残りは攻撃624にして、あと垣間に回すみたいな調整です。序盤の雨がない状況で災いは防御ではランス落ちしちゃうんで、刃の防御が必須になります。でファラだけ防御だけでは耐えられないんで、2つ以上の軽減行動が必須になります。なんで、まあ、ガデの方は、天候の守りっていうのは絶対切らさないようにしましょう。で、賢者の必殺の天啓ですかねを入れると、雨だけで耐えられる行動っていうのが増えるんで、積極的に入れていきたいです。まあ、ただ衝撃を耐えようとしたら守備が900程度、もしくはプシュー系が必要になります。なんで賢者メインの方は天啓プラス雨大ラインっていうのを狙ってると、まあ人と違ってどやれるかもしれないです。まあ、装備紹介です。まあ、自分は賢者たまにしかやんないんで、ブルーバックラと不思議セットになってます。で、起点のブーメランを装備しているんで、まあ、アクセが結構攻撃寄りになっちゃってます。で、起点のブーメランって、まあ、効果強いんですけど、まあ、攻撃力はやっぱ低いんで、まあ、セーラスエッジの呪文埋めなんかを持ってる人はそちらの方がいいと思います。また盾は起点の盾で受体60行く人はそちらの方がいいですね。まとめます。鎧色の個人的に思う最低ラインは雨だえで、前対しプラスフォースシールドの組み合わせで軽減62なら HP1018 以上。ただ魔剣士でベール耐え可能だったら1065を目指すのもありかなと思います。それ以外の防具で軽減52であれば1033以上は盛りましょう。ただし守備は1160程度いります。守備が厳しい場合はもう少し HP を盛る感じですね。また賢者などの布色は守備800で雨プラス天候台の HP978 は欲しいです。ちなみに純必中は攻撃642です。以上になります。いかがだったでしょうか。個人的には調べている時に、ガテンめっちゃ強くねって思いました。で、みんながどういう装備とか調整でいってるかっていうのも気になるんで、まあ、自分と違った調整こういうようなんでいってるよみたいな、こっちの方が強くねみたいなのがあれば、コメントにね、ぜひ書いてください。また参考になったって思った方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。普段は夜エンドコンテンツの配信をしていることが多いんで、まあ、よかったらね、遊びに来てください。じゃあまた。